始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルマコーズのアンドです。今回は可愛い女子の今時奇世界、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。お、異世界で奇世界だって。異世界に転生した。とりあえず着るものを探そうだって。うわ、貴族か農民かみたいな二択あるけどな。でも異世界っぽいな、どっちも。どっちがぽいかなとかって思ったけど、全然両方異世界っぽい。まあでも左かな、王国書。おととい来やがれ泥棒め。金がないのでいい服が買えない。そういうこと。略奪されたのかと思った。じゃあシンプルなね、農服みたいな、農業者出身みたいな服でいきましょうか。ジョーさん気をつけろ。転生前の服とこの世界の自分の服で交換完了。優しいおじさんありがとう。あ、なるほどね、目立たないようにするためってことかな。冒険者の仕事を始めよう。装備はだって。え、左のドエロ衣装でしょ、間違いない。やっぱり女舞踏家ドエロ衣装、これしかないでしょ。君のためなら死ねる。男性の仲間がさっとチームの花になって何もしなくていいなんて最高すぎる。チームの花になった。これどうすんの、前の3人がやられた瞬間おしまいなんだけど。お金も結構貯まった。新しい装備でも買おうだって。え、左じゃない、なんだろうこれ。伸びるように老い棒じゃん、絶対強いじゃん。キー痛い。最勇気な世界に転生、戦わないと罰。え、さらに転生したってこと、なんでだよ。え、じゃあこっち、これはなんだ、なんか町娘的なポジションに転生した。もしかしてさっきまで冒険者の花だった女が。君だけは俺が回る。主人公格の勇者にプロポーズされた。ちょろいねだって。人生イージーモードやん、この女の人強っ。ついに魔王を倒した私たち、ご褒美はだって。王冠と右は何、これ右めっちゃ気になるんだけど。実は魔王でしたみたいなね、そういうイフルートがあっても面白いと思うよ。めちゃくちゃ楽しそうなんだけど。じゃあ王冠で。うわ、絶対悪徳令嬢みたいになっちまったよ、最悪だ。異世界最高、女王になってやった。元の世界より100倍ハッピー。性格悪そう。起きた。モテたい奇世界だって。モテたい大学生、ナンパしに行こうだって。今度男バージョンか。いや、チェックってか、縦芝は、囚人服にしか見えないから、絶対こ、いや、てか、さっきの服と違くない、このチェック柄。じゃ、こっち？これ、かっこいいか？なんか別に、バンダラとメガネによって、オタク風に見えてしまっただけでしょ、これ今。暇つぶしに話さない？友達を待っている声に声かけた。連絡先までは聞けなかったけど、度胸がついた気がする。あ、なんかこういうことを言う男いるよね。これ本当なのかな？ナンパとかしたことないからわかんないけど。友達から合コンに誘われた。何着ようかな。これスラックスじゃない？やっぱり。あら、これは結構かっこいいと思う、私。素敵。連絡先交換しよう。盛り上がって楽しい時間。連絡先ゲットしたぜ。あ、このままね、2人でご飯行ってクリスマスデートみたいな。サークルでも入ろうかな、モテそうなところは。気になる左のドクロバンド。むしろモテるんじゃない？一定層は獲得できそう、こっちだ。やっぱり一定層の獲得に成功？ドクロバンド。さあどう？意外とうまくできて俺もびっくり。え、これじゃあサッカーは？普通にサッカーサークル入ったらどうなの？腰痛持ちだった。お前ヘルニア持ちか、もしかして。やっちまったわそれは。ガチすぎて無理。3日でやめた。お、髪型変えてみようだって。いや、バンドマンだったらロン毛のイメージあるけどね。うわ、闇落ちエレンみたいな髪型しやがってよ、お前。進撃の巨人とか言ってた時じゃない。もうなんかこの世界に絶望しきったエレンみたいな。メジャーデビューしたらお前すごすぎない？なんて才能の持ち主だよ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか？この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。